ボシャボシャ。今日はですね、琴姫もみじ持ってきました。こんな感じのずっと放置してる琴姫もみじさん、まあこっちが正面かな、立ち上がり的には。はい、で上の方はねずっと放置してたんで、まあ、こんな感じで伸び伸びに育ってる感じです。めちゃくちゃ長いで、葉っぱももうだいぶ落ちましたね。だいぶ落ちてほとんど残ってない状態なんですけど、まあ、琴姫もみじはこの石灰がねものすごく詰まる、で芽の数もそれなりに多いので、詰まる分ねこのついてる葉っぱの数がすごい量なので、だいぶ落ちたといってもねまだまだ残ってます。なので今日はこれをまあ地道に落としながら冬支度やっていこうかなと思います。この琴姫もみじはちょっと作りを悩んでるというか、作りあぐねてるというか、なかなか前に進んでないわけなんですけど、もう今日はねがっつりいっちゃおうかなと思って持ってきました。で本当は去年触る予定だったんですけど、ちょっとねタイミング逃して、もう今年は太らせてぶっとい琴姫もみじ作ろうみたいな感じでずっと放置してたわけなんですけど、まあそれなりにねボディもしっかりしたものできてきたんで、ちょっとここに枝作っていけたらなと思っています。でまあどこを残すかなんですけど、ここがもともと主幹だったんですよね、こいつが中心で。でこの辺の枝もだいぶ太ってきちゃって、ちょっとバランスが崩れてきちゃってるっていうところなんですけど、一旦自己測るか、どこの枝をねメインにして作っていくかっていうところですごい悩ましい木です。10センチのラインここなんで、だいぶ余裕はありますね。ボディが3、4センチぐらいのところまであって、サイズ的には十分いけてるサイズなんですけど、僕の考え的にはここをメインで作っていっていいかなと思ってます。ここで、まあ、この辺りから折り返してもいいかなと思ったんですけど、ちょっとこの辺の面もね使えなくもないかなと思ってるんで、一旦刺し枝の芯のここ樹幹部の出所っていう形で作っていこうかなと思っています。今んとこね、この辺の枝って動くのかな。いやもう厳しいな、もうだいぶ固まっちゃってて動かないんで、この辺の枝も作り直しかなっていう気がしてます。はい、じゃあとりあえず切っていきますか。いやここまで伸ばすのも大変だったんですけどね、数年がかりで伸ばしたんですけど、うわー切っちゃった。もうちょっとほっとけばさらなる太りを得たかっこいい琴姫もみじになったかもしれないですけど、これだと何年かかっても作れないんで、一旦今の姿を卒業してちょっと枝作り始めちゃいます。何年経ってもこれじゃマジで前に進まないんで、頭もしっかりと追い込みます。ここだな、この枝まで追い込んじゃいます。これは飛ばすよ、こりゃあ飛んだ。こんなごっつい手入れするのは初めてだな。水引く可能性も全然あるんですけど、まあ拭いたら拭いたでその時処置すればいいかなと思ってます。でこれも差し枝もこのままじゃ使えないんで、とりあえずこれ落とすでしょ。でこうしたところで使えないですよね、これこうしないと使えないんで、できればこのままの正面で作りたいから、ここはもう諦めるしかないんだよな。こういう感じか。これでまあこの辺から吹いてきてくれれば最高なんですけど、吹いてくるかな、来ない気もしてます。でここはもう短くいっちゃいましょう。
よいしょ、こういう感じかな。これでやり直し、ちょっと倒してもいいかもしれないですね。こんな感じで、でこの辺は吹いてきてほしいな。胴吹き、これの枝元吹いてくるかが怪しい。で落とした裏の枝は結構芽がねこういるんで、この辺動いてくれると思います。まあ2つぐらい動いてくれれば十分なんで、裏は裏で期待しましょう。下の芽はいらない気がすんな。下は書いとくか。下の芽だけ、ここだけ書いて、これ使えるかちょっと微妙ですね。この位置から吹いてきて、これとかありがたいんですけどね、吹いてきてくれたら。ただギリギリまで追い込んじゃったんで、その1個内側のこの芽、左の芽、こいつが動いてくれることに期待しましょう。とこいつね、まあ、この辺は動いてくれるでしょう。ここにでっかい傷もあるんで、やっぱりこっち正面は作りづらいですね。こっちかな。うん、あとは差し枝がうまいこと吹いてきてくれれば、まあ、この辺から吹いてきてくれてもいいですけどね。ここに芽あるんで、ここちょこんと芽あるんで、こいつが動いてくれてもいい。これ芽かな、芽っぽいけど、うん、そんな感じでやっていきましょう。これも短くしてていいか。いや、こういう感じね。で来年植え替えて足元粘り整えましょうか。一回足元掃除させてください。はい、足元掃除して軽く水で流してきましたよと。この木は一回ね、今年植え替えようかなって思ったんだけど、植え替えずにこのプレッサラに移植したのかな。移植したかどうかまでは覚えてないですけど、とりあえず周りに土足したんですよね。なので内側に一つ小さい根鉢がついてて、で外側に新しい土が入ってる、すき込まれてるっていう状態になってます。なんとなく分かりますかね、内側に一つラインがついてるの。この辺りとかこう一回り小さいんですよね、今のプレステラのサイズよりも。外側にちょっとだけ砂が足されてる状態。はい、そんな感じです。でこれが出てきました。でこれこう倒してもいいですし、まあそのままでもいいし、そのまま作ってもかっこいいですよね。いい感じに作れるんじゃないかなと思います。はい、ボディもなかなかのものがあるんで、この芽いらないな。よっと、なかなかのものを持ってるので、これに合った枝をね振っていくだけで結構いい素材が、いい形が作れるんじゃないかな。で頭飛ばしてみて気づいたんですけど、ここがねちょっと焼けてるんで、ここだけ生きてるところ削り出しましょう。こいつね、ここね、これ削って緑の部分をこっちが出していきます。はい、こんな感じでこっち側ね、緑の部分出せました。これでそのまま肉巻きしてくれるんじゃないかなと思います。正面から見るとこういう感じ。うん、いいでしょう。ここ枯れるかな。まあまあ枯れたら枯れたでね、もっと低い位置からやり直すだけなんで、まあ、最悪ここなくてもいいですけどね。ここなしにして、ここから切り返しても、まあ、この辺から切り返してもそれはそれで面白いかなっていう気がします。はい、どうにでもなりそうなんで、まあ、琴姫だからどっからでも芽吹いてくると思うんで。ああ、折れた、ここ折れちゃったか。まあいいや、折れたものはしゃあない。どっからでも芽吹いてくると思うんで、好きな形に作れるかなという気はしています。一応ね、傷もここもでかい傷あったんですけど、しっかり巻いてくれてるんで、肉巻きも早くはないですけど、しっかりと巻いてくれるタイプではあります。だから大きい傷作ってもね、そのうち巻くでしょうっていう考えでいいんじゃないかな。 OK、 これで一旦終了で、カットパスタ貼っときますか。
カットパスタとカットパスタペーストで切り口保護していきます。OK、 保護完了です。はい、こんな感じ。カットパスタとカットパスタペーストの使い分けは、今回はとりあえずでっかい傷はカットパスタで、その場で肉巻きしてほしいところはカットパスタで、細いところとか、まあ、もう少し枯れ込んでいくんだろうなみたいなところはカットパスタペーストっていう使い分けにしてます。はい、そういう感じ。 OK、 じゃあ残りこの小枝たち、これは挿し木しましょう。挿し木するんで、挿し木に適したサイズに切ります。はい、切り刻んで土用意しときました。こんな感じです。で、これは下に赤玉の小粒が入って、義龍綱と赤玉の義龍と、あとカヌマ、カヌマのサイサイ流ですねが入ってます。で、これに適当にぶっ刺していきましょう。はい、すべての枝刺しておきました。こんな感じですね。で、みじん抜いてきます。はい、みじん抜いてきました。このまま室で保護しようかなと思っています。はい、ちょっと時期も時期なんでね、あんまりつくかどうかは、つく可能性は低いと思うんですけど、まあなんていうんだ、琴姫もみじって節間が短すぎるがゆえに、このどこ刺してもつくって言われてるような山もみじ、山もみじだっけ、琴葉、琴姫って、どこ刺してもつくって言われてるくらい刺し木の容易な品種なんで、まあ1本ぐらいついてくれたらラッキーぐらいでね、それぐらいのテンションで見守っていこうかなと思います。どうなんでしょうね、この時期に挿し木してつくのかどうか。こっから冬ですからね、冬突入なんで、休眠期に入るタイミングで挿し木してつくのかどうか、そのそれの実験も兼ねて、はい、結果どうなるのか観察してみましょう。 OK、 ということで山もみじの伸ばしに伸ばした枝をがっつり追い込んでみた。ちょっと頭がいけてないな、頭いけてないからやり直したいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ一旦この形で進めようかなと思います。切り戻して、うん、ベースを作ってみたの回で、落としたついでに挿し木もしてみたの回でした。はい、今後こいつがねどう成長していくのか楽しみです。来年植え替えしようかなと思います。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。